影老絵図は、松本清張の長編時代小説、東京新聞に刊に連載され、1959年11.12月に上下巻の単行本が新庁舎より刊行された。後に、電子書籍版も発売されている。大御所、徳川家成の知性晩年を舞台に、江戸上多くの支配をもくろむ勢力と腐敗を、一掃しようとする人々との対決、権力をめぐる。 人間群像を描く時代小説。1959年に大英で映画化。1960年1983年2016年にテレビドラマ化されている。暖かさを増してきた春の日、江戸城内、吹き上げの庭にて、大御所、徳川家成の臨席する風雅な加納が模様された。大奥女中による歌比べが始められるが、お宮の方と滝の方による競争となり。 大御所の軍配は、滝の方の読んだ歌に上がった。大御所の意を受け、桜の小に歌を結ぼうとする滝の方。しかし、踏み台に登った滝の方は、女中の中止を集める中、突如転び落ちた。身ごもっていた滝の方は流残し、そのまま池を引き取った。大奥内は騒動の話で持ちきりとなったが、この間、おみよの方の意により、 去年方向に上がったばかりの身分の低い女中、富は、中年より、菊川の部屋府に抜擢された。一方、脇坂淡路守の屋敷に、無役の旗本、島田又左衛門が訪れ、これまでの経緯と今後の計画を報告していた。又左衛門は、今の大奥政治の弊害を訴え、事態の背後には、中野晴馬守石沖の遠大な野望があるという、又左衛門の追い、 新之助は、おじの請求な行動を危ぶむが、すでに、又たざ門邸の周辺には、怪しげな人物がうろつき始めていた。新之助は、馴染みの町医者、両安と共に、おじの身辺を案じるが、間髪入れず、新之助らは、得体の知れない権力の策謀に巻き込まれてゆく。やがて大御所は病に倒れ、にわかに多く周辺の暴力が動き出した。続発する怪事件。 事件に立ち向かう新之助。死力を尽くした知略の攻防が始まった。勝利を収めるのはどちらか。戦いの果てに新之助の目に映じたものは、江戸城西の丸五天1959年9月27日、公開。制作は大英郷と撮影所、配給は大英。原作の完結前に公開された映画となり、この結果、ストーリーは原作と比べて簡略化され、 結末もオリジナルのものとなっている。富戸とヨハルは姉妹に設定されている。続編の制作が予定されていたが、未制作に終わっている。DVD 化されている。1960年2月3日から4月27日まで、日本テレビ系列にて放映。全13回。キャストスタッフ、松本清張の影浪絵図。1983年7月22日。 フジテレビ系列の時代劇スペシャルは国で放送された。サブタイトル、大奥美女殺害に渦巻く陰謀の影が、視聴率13.7%、キャストスタッフ、松本成長スペシャル影路えず。2016年4月8日、フジテレビ系列の金曜プレミアム枠にて放送。前回より約33年ぶり、4度目の映像化となる本作では、 原作及び過去の映像化作品では、脇役として扱われていた富を主役に据え、それに伴い、主な登場人物の設定が若干変更されると、原作の持ち味はそのままに、オリジナリティあふれる作品に仕上がっている。本来は2015年末に放送される予定だったが、不祥事を起こした高部愛が出演していたため2016年4月に放送が延期された。 曰く付きの時代劇ドラマであった、キャストスタッフ、ありがとうございます。